こんにちは、アキラです。ということで、今回の動画は、日々の建築練習のおかげで、ランクで建築バトルをたくさんするようになりました。という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回もいつも通りランク待ちやってきたんですけど、最近僕、カメチャンネルさんという方が出してくださってる動画の建築練習をやってるんですけど、その建築を最近やってるおかげか、かなり建築バトルの回数が増えてました。もともとボックスにすぐこもりがちだった僕が、どういう風に建築バトルしてるか気になる人はこの動画を最後まで見ていってください。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。あぶねえ。なんかさ、聞くとこによると最近コンバットが強いらしい。オッケー。いったすぎ。一旦逃げる。うまいな、この人。うわ、早い。100ターン割って行きたいところではある。え？降りてるくない？なんで降りてきたん？危なすぎ。ナイス。痛い。やばい。いや大丈夫、一回落ち着いて建物に上行く。こっからだね。一旦だいぶ落ち着けて対処できるようになってきてる気はする。あ、やばい。
最悪。あー、ちゃんと打ち合えばよかった。さあどうかな。あぶねえ、めっちゃ突き進んでくるじゃん。ナイス。え、待って、シールドバブルって。やばい。マジか。意外と負けてね。危なすぎるって。痛すぎ。マジか、そんな痛いことある。マジで最悪なんだけど、カスみたいな負け方してしまった。よくね？うわ、ちょっとエマ焦ったけど、なんとか勝ててよかった。うわ、最悪。マジで。ということで、この動画が面白かった、ためになったという方は、チャンネル登録、高評価、コメント、通知音、お願いします。